はい、喫煙動画始めていきたいと思います。今回はこちら、ブラックジャックというの5ミリっていうやつですね。こちらが、ブラックジャック。こちらは、これ何？これリトルシガー。これなんだろう？ちょっと待って。あれ？ちょっといくらか。いくらか。うわ、書いてねえな。ちょっと待ってね。ブラックジャック。タバコ。あ、リトルシガーですね。値段が300円。安い。リトルシガーです。5ってことは、まあ5ミリ。タールが5の、ニコチンが 0.5 らしい。そしてこれの1ミリもあって、あとメンソールバージョンもあるみたいです。うん。リトルシガーなのにあれなのか。でもタール値は書いてない。箱には書いてないですね。まあ、リトルシガーだからタール値は書いてないんだろうな。でもググったら出てきたね。5ミリって書いてある。ブラックジャック。あ、細タバコっすね。細いっすね。スリム系ですね、これは。すごいスリム。これで20本入ってる。2、4、6、8、と、2、4、20本。細い。細タバコ。こんな感じ。ブラックジャック。いただきます。細っ。まあ、いわゆるあれか。フォルテみたいな感じだな。フォルテ250円だけど、あれは。スーパースリムサイズタバコ。原産国は韓国らしいです。うわ、韓国かよ。まあ、軽い。なんて言うんだろうな。なんていうか、着工されてない、いわゆる、まあ、葉巻っていうか、ね、リトルシガー的な。キーススリムとかに比べると、あれはバニラ着工されてるからあれだけど、ジョーカーっぽいかな。昔売ってたジョーカーっていう、リトルシガー。ジョーカーもリトルシガー。あれっぽい。うん。まあ、これはこれでいいかもわからんけど、これだったらメンソールの方がうまいかもな。まあ、非常に吸いやすい。難しいな。キーススリムに近い。あ、フォルテに近いか。フォルテのライトとかに近いのか。感覚としては。同じような味しますけど。まあ、いわゆる、葉巻の無機質な味わいっていうのかな。まあ、あんま面白いタバコではないですね。うん、面白い系ではない。別に面白くもないっていう。吸っててうめえかって言われると、うまくはないですよね。うまいかで、うまくないかで、まずくはないんやけど。あ、つまんねえタバコだな。吸っててつまんねえタバコやな。特に、これといった特徴もないし。何がブラックジャックかもようわからへんし。まあ、ただ特徴って言ったらスーパースリムサイズタバコってだけで。あ、そうとしか言えん。つまらないですね。まあ、無機質な味わいと言ったら、そんな感じですかね。三つ星、ご視聴ありがとうございました。